はい、こちらね、中古ピアノの、鍵盤です。こちらの方の、鍵盤の側面に注目してください。はい、なんかね、黒い汚れがありますよね。これ弾いてる時にね、だんだんついてくるんですよ。気づいてない方もね、もしかしたらいるんじゃないかなと思うんですけれど、お持ちのピアノちょっとチェックしてみてください。はい、それでこれをね、消す方法なんですけれど、こういったペーパーヤスリをね、当て木をしてこのように削るんですね。軽く、はい、そうするとほら、綺麗になりました。ちょっとね、他の鍵盤と比較してみたいと思います。はい、これぐらい違いますね。すっきりしてるでしょ、これは。はい、こんな感じで、今これが120番あたりかな、確かやってるんですけれど、まあ、600クルぐらいで仕上げれば、肌触りもすごくスベスベになります。黒鍵はね、黒く目立たないんですけれど、白鍵はこのようにね、色がどうしても目立つので、こういった方法で、削るで修復することができます。はい、それではね、全体を見てみましょう。はい、こんな感じで、まあ、出来上がった鍵盤、これね、何気に弾いてる時にね、ちらっと見えるんですよ。もしね、お持ちのピアノがあったら、ちょっと、ね、チェックしてみてください。でこんな感じでね、修復できますので、もし気になる方は担当の調律師の方に相談してみてください。はい、ということで、今回は、白鍵の側面の汚れを取る、方法についてご紹介させていただきました。